よ。ごめん、心配させたみたいだな。もうちょっとマシな面になるまで会いたくなかったけど、今日じゃなきゃ伝説じゃねえだろ。あ、でも喧嘩にはしなかったぞ。自分からは手出さなかったんだ。ほんと、もう一方的、ボコボコ。だから俺、約束、半分は守ったよ。なあ、そうだよな。でも、やっぱ、ちょっとかっこ悪いな。試験は、うまくいったか？そっか、よかった。本当によかった。なあ、俺、こんなところ、来れた義理じゃないけど、ちゃんとお前に言わなきゃな。お前と会った頃に俺は、手のつけられないバカで、毎日喧嘩ばっかでさ、親も学校も、周りの奴らも、誰からも相手にされなくて、信じられるのは、喧嘩仲間だけで。だから、お前が信じるって言ってくれて、本当に嬉しかった。まだ信じてくれる奴がいるって。それで本気になれたんだ。自分でも夢みたいだった。お前さえいれば、何でもできる。俺でもやり直せるんだって。結局、大学はダメだったけどな。諦めない、絶対。何年かかっても。だから、なあ、もう一度、もう一度だけ、俺を信じてほしい。来年は、必ず受かってみせる。それまで、俺のそばにいて、頑張れって、言ってほしい。信じてほしい。俺は、お前が好きなんだ。いで、あ、いや、別に。それより、今のキスって、つまり、やっぱ、すっげえ痛い。だから、ほら、キスだろ。もう一度、今度は、ゆっくり。いや、なのか。じゃあさ、じゃあ、いいんだな。しても。待てねえよ。愛してるから。